元ウェザーニュースの姫、檜山沙耶さん。初出演のテレビ番組で、ヤバすぎる紹介されてしまう。特大なんです。皆さん、天気予報は好きでしょうか？もう天気といえばね、YouTube でも、ウェザーニュースというチャンネルがあって、天気についての配信だったりをしてくれてるんですが、そんなウェザーニュースの元姫と呼ばれた、こちらの、檜山沙耶さんですね。さやっち、おさやという愛称もあるそうで、YouTube では一時ね、檜山沙耶さんのウェザーニュース配信の切り抜き動画がむちゃくちゃバズって、すごい人気があって、週刊誌フラッシュのお天気キャスターランキングで、地上波テレビの出演がほぼないにもかかわらず、2023年に1位になるくらいね、人気だったんですが、まあ、さらにその後、プロテニスプレイヤーの西岡良仁選手とお付き合いをしていることを報告し、檜山沙耶さんファンも、幸せなら OK です、の画像で反応していたり、2024年3月には、ウェザーニューズを退職することを報告し、3月30日付で退職されたそうで、お疲れ様でした。これからも応援してます。というね、ファンのコメントもたくさんついてるんですが、現在はフリーアナウンサーだそうですね。で、そんなさやっち、おさやこと、檜山沙耶さん。7月22日に放送された、フジテレビの呼び出し先生田中という番組の2時間スペシャルに出演したそうで、まあ、番組としては、まあ、TVerで見逃し配信あったんで見てみたんですが、高学歴の芸能人たちが出演してクイズに答えていくといった番組だったんですが、檜山沙耶さんも立教大学卒業ということで出演したみたいですね。で、そんな番組で檜山沙耶さん初出演なんで紹介がね、されたんですが、もうとんでもない紹介をされたということで、こちらですね。ひもて男性に熱狂的な支持ということで、もうこれはやばいでしょみたいな、全方位に失礼なね、紹介をされたようで、まあこちらはサブ MC みたいなポジションのお笑い芸人のシソンヌ長谷川さんが手元の紙を見ながら、檜山沙耶さんについて、ひもての男性などを中心に熱狂的な支持を集め、一応ファンからは姫と呼ばれている、と紹介し、MC のアンガールズ田中さんがイケメンにはモテない、と疑問にね思ったりもしてるんですが、さらに出演者の深川亮さんが、自分は2年前から激推ししてます。知らないの、世界でバズってる。このメンバーで見たら一番世界でバズってる。と檜山沙耶さんを紹介し、横にいた中島智子さんから、ひもて男性の代表の方と聞かれ、深川さん、代表ですから、と答えたりしてますね。まあ、このね、檜山沙耶さんの紹介、思想の長谷川さんはね、結構さらっと言ったんですが、これは煽りすぎじゃないかみたいな、ネットをざわつかせてるようで、まあ、確かにね、この紹介、全方位に失礼だな、といった感じで、まあ、まずね、檜山沙耶さんを支持しているファンの人たちが、ひもて男性だ、みたいな感じで、失礼ですし、檜山沙耶さん自身にも、これ普通に失礼じゃないか、と思いますし、なんならね、お付き合いをされているテニスプレイヤーの西岡良仁選手にもね、失礼じゃないか、といった感じですね。まあさすがにね、プロテニスプレイヤーの西岡選手はね、ひもて男性ではないだろう、と思うんですが、まあこの紹介、見れば見るほど失礼ですね。もうこれには、直球すぎやろ、だったり、チクチク言葉やめえや、性別逆だったら大炎上、テレビってたまに LINE 超えるよな、皆さんこんばんは、という意見がありますね。まあさすがにこれはね、失礼すぎやろみたいな気はするんですが、まあさらに深川さんがね、言ってたんですが、檜山沙耶さん、世界でもバズってるんですね。もう世界でね、活躍して、世界中でファンを作ってほしいですね。まあといった感じで、元ウェザーニュースの姫、檜山沙耶さん、テレビ番組でヤバすぎる紹介をされてしまう、とかなんですが、まあさすがにこれはね、本人にも失礼でしょ、と思うんで、もう深川さんがね、ひもて男性の代表なんだったら、この文章を考えた人に怒ってもいいですね。もう明日もね、天気になることを願いましょう。以上です。